かるまでにはだいぶ時間がかかりました。少しずつことがほぐれて、しまいにやっといろんなことが分かってきたというありさまです。そうであるように、いい草と悪い草とがありました。大きなバオバブも初めは小さかったんだよ。皆様こんにちは。今回はですね、 D-104 というアスタティックのマイクロフォンにこのプリアンプを交換してみました。元々のあの D-104 の回路図はこうなってます。この回路はバスとトレブル、この調整つまみがついてます。ただですね、これはあのゲインコントローラーついてません。取説はこの紙だけです。回路図は ついてないんですよね。で、この IC のところも、ちょっと型番が消えてるので、消えてるか消されてると思うんですけど、型番が見ることはできません。これはあの、イタリアの FDM Duo という SDR トランシーバーで送信しまして、ここのダミーロードに電波を出して、これを隣の部屋で受信をしてみました。今回ですね、ちょっと私の声ではあまりいい声ではないので、爪が来てましたので、ダミーロードを使って本を朗読してもらいました。で、あの、このトランシーバーの設定ですけども、帯域はですね、2.9kHz です。今回アスタティック D104 用のプリアンプの基板なんですけども、この eBay のこの方から入手いたしました。取り付けた形、こういう感じですね。このボリュームがバスで、こっちがトレブル、高音ですね。こっちが低音です。リグとの相性もいろいろあると思うんですけども、この高音の方はだいたいボリューム真ん中ぐらい、それからこっちの方ですね、低音の最大からだいたい7割くらいのところにボリュームを設定しております。こっちの線がこのエレメントの方で、この部分をこの基板に置き換えております。この基板がもともと D-104 についていた基板ですね。それからあの、このマイクロフォンはですね、アスタティックの 1104C っていうセラミックマイクです。こっちがあの、トーンコントロールで、上が高音、こっちが低音の方になります。こっちがボリュームですね。で、これがロック、それからこれ PTT。この基板なんですけども、これあの、たまたまスペアの新品を見つけましたので、現在その、このマイクに入っている基板は、新品在庫のプリント基板が入ってます。こちらの方は、もともとついていた基板になります。これがわかるまでにはだいぶ時間がかかりました。王子様は僕にいろんなことを聞くのですが、僕の聞くこととなると、少しずつことがほぐれて、しまいにやっといろんなことが分かってきたというありさまです。例えば王子様は初めて僕の飛行機を見たとき、こう僕に聞きました。それ、なーに？その品物。品物じゃないよ。これ、飛ぶんだ。飛行機なんだ。僕の飛行機なんだ。僕は鼻を高くしながら、鳥のように飛べる人間だと言ってやりました。そうすると、王子様は大声を上げて言いました。なんだって？君、天から落ちてきたんだね。そうだよ。僕は塩らしい顔をして言いました。へえ、変だな。そりゃ
王子様はそう言って、最初は可愛らしい声で笑いました。笑われた僕はとても腹が立ちました。天から落ちるなんてありがたくないことなんですから、真剣に考えてもらいたかったのです。やがて王子様はまたそう言いました。さん、宇宙からやってきたんだね。どの星から来たの？その後さん、王子様が夢のような姿がポーッと光ったような気がしました。僕は息を弾ませて聞きました。じゃああんたはどこか他の星から来たんだね。しかし王子様は何の返事もしません。僕の飛行機を見ながら静かに首を振っています。そうか、じゃあそう遠くから来たわけでもないな。そう言って王子様は長いことを考え込んでいましたが、やがてポケットから僕の描いた羊の絵を取り出して、今度はさも大事そうにそれをじっと眺めていました。どうやらどこか他の星のことを言っているらしい王子様の口ぶりに、僕はどんなに刷り込まれたことでしょう。で、そのことをもっと詳しく知ろうとしました。D-104 にeBay で、ね、から入手した、基板、イコライザー基板をプリアンプを入れてねやってます。ちょっとね、普通のノーマルの D の104がもう一本ないんでね、比較としてちょっと分かんないと思うんですけども、今 D の104に、プリアンプを基板を内蔵したやつですけども、リグによってねトランスとちょっと変わる感じもね、あるんですけど、あ、でもこれマイクゲインはコントロールボリュームついてないんですけど、ちょうどいいかな。結構ゲインありますよね。僕はこうしてもう一つ大層大事なことを知りました。それは王子様のふるさとの星が、そんなわけですから王子様は本当に素敵な人だった。ニコニコしていた、羊を欲しがっていた。それが王子様がこの世にいた証拠だ。 B の612番の星だといえば、大人の人はなるほどといった顔をして、それきり何も聞かなくなるのです。大人の人というものはそんなものです。悪く思ってはいけません。子供は大人の人を運動目に見ていかなきゃ、見てやらなくてはいけないのです。日ごとに僕は王子様の星のことや、王子様がその星を出てきた時のことや、大きなバオバブも初めは小さかったんだよ。その通りだ。でも、なぜ小さいバオバブなんか食べさせたいの？羊に。わからないかな、そのわけ。と、王子様は、超わかりきったことのように言いました。だから、僕は、うんと頭をひねって、一人でそのわけを考えなければなりませんでした。そのわけはこうでした。王子様の星には、およそ星なら、どの星もそうであるように、そうであるように、いい草と悪い草とがありました。ですから、いい草のいい種と、そのうちに種のどれか一つがふと目を覚ます気になるのです。それから目を覚ました種は背伸びをします。そして美しいあどけない草を火の光の方へ8秒、うつうつと伸ばします。赤株やバラの木だったら伸び放題に伸ばしておいてよろしい。だけれど悪い草木だったら、それが目につき次第すぐに抜き取ってしまわなければなりません。さて、王子様の星には恐ろしい種がありました。バオバブの種があります。